はいこんにちはやーすです、えー、とこのチャンネルはですね、まあ、僕が独り言を言うっていう、そんなチャンネルになってます。もしよかったらこうチャンネル登録お願いします。で、まあ、最近あのシリーズものとしてこう、まあ、うつ病の治療をやってるんですけど、まあ、そのこう経過報告というか、こんなことがあったよっていうふうにあの、まあ、説明というかシェアする、まあ、動画を撮っていて、 でも今日に関しては、まあ、僕が今飲んでる抗うつ剤のイフェクサー、まあ、増量するタイミングって、えー、と人によっては多分最大200ちょいまでいけるのかなだから4回とか5回ちょっと分かんないけどあのするらしいんですが現在僕、あのー、3回目の増量までいっていて、まあ、これがイフェクサーなんですがこんな感じで、ね、<laughs> ぼやける。 でこれ、えー、と最初37.5から始まって75になり最近1五十一回1回百5 0えっ、ー、と、まあ、摂取するように、まあ、なりましたとでえっ、ー、と一番最初の時こんな副作用が出て大変でしたっていうふうに 話はしたんで、えー、と今回、えー、と75から150になった時に、まあ、こんな、えー、と副作用が出ましたよっていう、まあ、体験談をシェアしたいなと思って動画撮ってます。で、なんで37.5から75の時はやらなかったのかっていうと感じなかったからなんだよね副作用を。 大体1ヶ月すると,、えー、と副作用が全く感じなくなってで僕の場合はそこから75になっても副作用は感じなかったですと。で今回75から150になった時に久々に副作用を感じたんですね。であのそれがまあ150を取る、まあ、摂取すると何つったらいいのかなえっ、ー、とね 脳みそが拡張される感じ思考が拡張されるような感じになりえっ、ー、と久々にちょっとなんか脳みそがじりじり熱いなぁみたいなあのそんな感覚を覚えたしあとはそのちょっとフラフラするっていう副作用も出ましたで、えー、とこれ結構1回目の時に、えー、と体験してたんで。 あの今更なんか違和感だったりとかえなんかこんな感じになってどうしようなんか自分の体に悪いことが起こってんのかなっていうふうに、まあ、不安になることもなかったです一回経験してるからねただまあ久々にその,の体感をしたんで変な話言い方ですけど面白かったでたい3日目4日目ぐらいから あのまあ、体というか脳みそが慣れてその副作用もなくなりましたとで、えー、より、まあ、量が増えてるんでこう気分の安定化っていう部分に関しては薬を飲み始めてもう30日ぐらい過ぎたらもうずっともう気分落ちないし一定だしむしろなんか気分いいしじゃあ唯一の変化っていうと。 1 5条になってから、まあ、やる気というか活力の部分に関してはなんかさらに押し上げられてるような感じがして、えー、と非常に、えー、過ごしやすくなってますいろんな物事前向きに考えられるようになったしね、まあ、なので、あのー、もしエフェクサーを飲む人飲んでる人大体まあもちろんね みんな体が違うからどういうふうに薬に反応するかも薬の料理に応じてどういうふうに反応が違うのかもわからないんであくまでも1体験談として受け取ってほしいんですけど、えー、と75から150に増,増量した時もしかしたらこんな感じの、まあ、副作用ともしかしたらこんな感じの僕のように体感いい,いい意味での体感をするかもしれないんで、えー ちょっととと薬を飲むき参考にしてもらえればなと思います。ただね、もうね、こんなの飲まない方がいいんで、本当、皆さんはあのー、健康には気をつけて、もちろん体の健康もそうだし、メンタルの健康もそうなんで、あのー、健康に生きてください。まあそんな感じかな。もしよかったらチャンネル登録お願いします。じゃあね。